なぜだ、なぜなんだ。これが君の意志なのか、アルベース。よさ、シルク。こいつには何も届いちゃいない。ただの冷徹な機械だ。だけどレックス、面白い。そうまでして我らを消し去りたいか、神よ。ブレイクすらしないのかよ。だからやり過ごそうと言った。お気楽に突っ込んだのはマシュー、君だ。こことは後で聞く。エイ、今はこいつを、はあ、君ってやつは。メビウスの三下のくせに手こずらせやがって。何なんだ最後のあれは。最後のあれってウロボロスパワーのことか。決まったろ。なんでわざわざ使ったのかと聞いているんだ。先兵は崩壊寸前だった。そりゃあ最後くらいはこうビシッとさ決める前に倒れられると、なんか調子くるんだよな、その日一日。はあ、ウロボロスの力はメビウスに探知される。極力使うなと前から言ってるだろ。ちょっとだけじゃんかよ。結果オーライ。いいだろう、別に勝ったんだから。おいよ小言。言葉の前後を入れ替えるな、美しくない。そういうとこ。はあ、今日も反応はなしか。まだ続けるのか。え？これまで一人もシティの生き残りとは出会っていない。ああ、約束してくれただろ、あの日。シティのみんなを探すって。俺は諦めない、決して諦めたりなんかしない。行こうぜ、明日こそ必ずって。そんな気がするんだ。そろそろ夜か。さっきの戦闘の疲労もある。日が落ちる前に休める場所を探そう。だな、腹も減ってきたし、今日はここらで野営だな。よし、ここなら休めそうだな。もうすっかり夜だ。急いで
野営の準備をしよう。日はとうに頭の上だぞ、マシュ。よかったんだぜ、起こしてくれたって。地面の上であんなに気持ちよさそうに寝ている人間は珍しい。気遣いだよ。子供の頃からじいちゃんに連れられてよく野宿してたからな。得意なんだよ。その反応は？俺たちの瞳の反応だ。行くぜ、ヘイ！傷跡から見てメビウスではなさそうだな。さまよっているところをモンスターに襲われたんだろう。すまない、僕のせいだ。君を起こして出立すべきだった。あ、 A のせいじゃねえよ。のんきに寝てた俺が悪い。せっかく見つけたってのに、ごめんな。
こを死守しよう。抜かれたら左翼が無防備になる。おお。これで全部。右翼はほとんど相当した。残りは後方の鉄巨神のみだ。そう。なら本体と合流して。ケベッセ、まだ残っていやがったのか。なんだこいつ、丸腰だぞ。ブレードすら持ってねえ。見ろよあの顔。やりましょう。こんな奴に時間を取られるわけにはいかない。お？爆発？戦闘か？ああ、何者かがこの先で戦っている。生き残り？どうかな。この音、そして振動、かなり大規模なようだが。おい、マッシュ！行って確かめる。出すぎるな。僕たちに関係のない戦いなら。スルーしろってんだろ。分かってるよ。いや、分かってないだろ。なんなの？あの武器。ブレイドじゃない。さえ守りきれれば、あとはコロニーが。新兵器だって、中央薄かったろ。まんまとお前たちは。黙れ！あっぶねえ。だから出過ぎるなと言った。近いぞ。どうやらコロニー同士の戦いのようだ。他にはいない。両軍全滅だ。戦闘はすでに終結している。なのに戦っている。それが彼らだ。僕らが関わることじゃない。下がるぞ。メビウスに気づかれる。おい、マッシュ。素通りなんてできるかよ。まだ子供だぞ。こんなのやめさせる。絶対に。戦いの背後にはメビウスがいる。ならそのメビウスをぶっ飛ばせ。両軍のだ。両方ともぶっ飛ばせ。まったくもう。今すぐやめろ、このクソバカ野郎。この戦い俺が預かる。
やれやれ、やってしまったか。口で言ってもわかんねえか。いや、今手を出しただろう。わかんねえならこの拳で分からせてやる。やれやれ。まだ出すか。いい加減にしろ。なんなんだお前。ようやく聞く気になったか。俺はシティのマシュ、こいつはエイ。シティって、お前らにとっちゃ敵みたいなもんかもしれないが、味方とも言える、ある意味な。味方？本当の敵はお前らじゃない。来たぞ。だろうな。本当の敵のお出ましだ。こいつらを片付けるまでおとなしくしてろよ。悪いようにはしない。ちょっと、いいところだったのに、なんてことしてくれるの？これでは賭けが成立せんではないか。いいところとか賭けとか、下手極まりないな、てめえらは。兵士ではないよね。何者？この瞳、よーく見るんだな。その瞳、ウロボラス？シティちゃんとのメビウスハンターか。メビウスハンター？何それ、俺たちそんな風に呼ばれてるの？知らん、ハンとした覚えもない。君が何かと首を突っ込むから排除してきたまでだ。だよな。つうわけだ、そこの二人の命は俺たちが預かる。預かるだと？勝てると思うのか我らに。このメビウスの球と勝てるから通りなってもんがあるんだろうが。さてと、そのコアを打ち砕いておしまいとするか。私の可愛い兵士、こいつは油断している。今ならば撃てる。合図したら出なさい。僕は好きではないんだ、こういう姑息な手段をね。背中からなんて姑息な。その What?
世話かけさせやがって。君は満足だろうがな。僕の身にもなってほしいものだ。こう見えて結構しんどいんだぞ。わかってるよ。から言ったじゃねえか、どっちかが見てろって。食料をたくさん確保しておきたいと言ったのも君だ。え、どうする？分かったよ、僕が止める。はい、そこまで。お前らいい加減にしろよ。終わったんだよ戦いは。何？メビウス、つうかお前らにとっては失勢感か。あいつらは倒したし、コロニーの日時計も破壊した。瞳の日時計なくなってるだろ。え？いいんだよ、もう戦わなくて。命の取り合いもしなくていいんだ。何を言って。 2,3 日すれば嫌でも気づく。命減らないってな。減らなきゃ戦う必要はない。腹が減ることだけ考えりゃいい。おれ。かたくなだね。うまいのに。余計なことを。ん？あと少しで、あと少しで成人だったのに。成人ってお前、手向けなの。私のこの命はこいつらに殺された仲間たちへの。私が成人すればみんな報われる。それが、それだけが望みだったのに。戦って成人して、それを、それを。その戦いは誰が君たちに強いていた？考えるんだ。今ならわかるだろ。ニコルとカギロイか。腹が減ってちゃ考えもまとまらないだろな。力の集中も申し分ない。二人ともだいぶ様になってきたな。だが実戦は千変万化、そううまくはいかんぞ。来なさい。ブワな？な？じゃねえよ。ずりーよ、じいちゃん。
あんた、パワー発動のタイミングでカウンターだなんて。集中力が足りんからビジョンと体が分離する。ウロボロスの真の力を引き出せれば攻防一体、いや、お前たち自身と一体になれる。で、その真の力とやらは誰か引き出せたことがあるのか？いや、やっぱりおじいちゃんでも無理だったの？わしの両親は結構いい線まで行ったという話だがな。あの写真の人？ひいじいちゃんとひいばあちゃんだろ。もううんと昔の。だからだぜ、シティのみんなからバカにされてるの。嘘、そうなの？時代遅れだってさ。不安定なウロボロスパワーなんかよりブレードの機能を増幅させる新式のアンプの方が流行ってんだぜ。今じゃ誰もウロボロスパワーなんか使わねえよ。バカになんかされとらん。何か古いことをやってる人たちだなぁと思われてるだけだ。それをバカにされてるって言うんだよ。なっとらん。今のシティがあるのは昔ウロボロスの力を得た人たちがメビウスと戦ったからこそ。そのおかげで多くの兵士たちが解放されて集まってこのシティができたでしょ。もう何十回も聞きましたね。子守歌代わりにな、勘弁してほしかったぜ。忘れちゃいないよ、父さんと母さんが15年前のメビウスとの最後の戦いで亡くなったこと。うん、だからこそこうして平和でいられることもね。分かってるならそれでいい。諦めたらそこで終わりだからな。ああ。ライデン！お、平和の象徴襲来。やっぱりここにいた。またジージとバトルしてる。ダメだよ、お昼の後ピアノ弾いてくれるって約束したのに。ああ、ごめんごめん、もう少ししたら行くから。もう少しじゃダメ、今。はいはい、わかったから。もう何の曲がいい？ガウルヘーゲン、君との未来、ライゴーアルティメット。それ全部？全部。仕方ない、じゃあ順番ね。やった。心配すんな、守るよ。どんなことがあっても。あの、マシューだ。マシュー、いません。いないって何が？あの人、カギロイとかいうアグヌスの。マジか！いつだって？日の出の一刻前だから、だいたい5時くらいか。そうか、5時か。って、なんでそん時に言わない？言えば止めただろ？当たり前だ！これは彼女の問題だ。言葉をいくら並べたって伝わらないこともある。んなわけあるか。いつも君が言っていることだぞ。言ってねえよ。言ったよ。昨日だって口で言ってもわかんねえかと。同じだ。とにかく行くぞ。行くぞって。追いかけるんだよ、カギロイを。コロニーと接触したらあいつがヤバい。あの、それってどういう？そん時になればわかるってなってほしくはないが、とにかく行くぞ。
ところでマッシュ、彼女の行き先に心当たりはあるのか？ああ、あるわけねえだろ。とにかくしらみつぶしに探すぞ。彼女が自軍に戻ろうとするなら、おそらく北西に向かうはずだ。あの一帯はアグヌスの支配域だ。コロニーが駐屯している可能性も高い。よってしらみつぶしに探す必要はない。理解したか、マッシュ。さすが、エイ様は何でも知っていらっしゃる。じゃ、目指すは北西ってことで。お前も今は俺たちと一緒にいた方が安全だぞ。まあ、なんだ、あんま言えた義理じゃねえけどさ、今だけは俺たちを信じちゃくれねえか。わかりました。待て。お、どうした、エイ。モンスター、あの人大丈夫だったのかな。さあな。だが今は自分の心配をすべきだな。上等だこの野郎、俺が相手になってやるぜ。熱くなるな、マッシュ。ここは協力技で行くぞ。おお、いいぜ、ちゃんと合わせろよ、エイ。そっちこそ。うし、うし、じゃない。今の放つ必要があったのか。ほとんど倒れる寸前だったぞ。またそれ、一瞬だし分かりゃしないって。昨日メビウスを二人も倒している。すでに討伐対象にされているかもしれない。また倒しゃいいだろう。常に勝てるとは限らない。俺とエイトでも、そういうメビウスと出会ったことがあるはずだが。お、どうした。いえ、別に。お、何か言いたいことがあるんだろう。遠慮する必要はない。僕たちは君を解放した。覚悟はできているつもりだ。うん、このグラブ欲しいのか。いえ、そうじゃなくて、さっきのアーツ。アーツって、はあ、ウロボロスパワーのことか。それがウロボロス。初めて見たんだ。興味が湧いてもおかしくはない。すごいなって。お前らだってブレードのアーツがあるだろ。同じようなもんさ。僕にはないから。ないって。ブレードを出せないんだろう。これまでの彼の戦い方を見ていればわかる。そういう兵士もたまにいると聞く。まああれだ、それも個性のうちの一つ。いいんじゃねえか、それで。ん？僕のこれじゃ倒せない。あんな風にできない。あんな風って、メビウスを倒した時のことを言っている。うん、ああ、なるほどね。本当にそう思うか。え？あるんだよ、お前たちにもこの力。うん、昨日俺が放ったろ、光の一発。あの光を受けた人間にはな、ウロボロスパワーが宿るんだ。俺たちもそうやって得た。本当に？うん、あと一息
こいつの力を引き出せればわざわざ日時計を破壊しなくてもお前らを解放できるらしいんだけどな。まあ、とにかくあとはお前たち次第。なーに、コツさえつかめばすぐさ。ウロボロスパワーってのはな、メビウスのコアを打ち砕くために生まれたんだ。メビウスのコア？胸で光ってるやつ、あれを破壊すれば奴らを倒せる。じいちゃんの親父さん、その頃に生み出された力でさ、俺たちシティの人間は代々その力を受け継いできたんだ。じいちゃん？親父さんって？ああそうか、だな、つまり今から70年くらい昔の話ってことさ。そうなあ、ニコル。ニコルって呼んでもいいか？自分を足手まといだなんて思うなよ。お互い得意なもん持ち寄ってやってこうぜな。あの、どうしたニコル？言いたいことがあるならはっきり言えって。ごめんなさい。マシュー、もう少し言い方があるだろう。ああ、いや、そうじゃなくて、今のは遠慮せずに言えよって意味でな。バックパックのアーム駆動を調整したいんだ。さっきのモンスターとの戦闘で可動域に少し問題が起きて、この先も戦闘はあるだろうし、足手まといにはなりたくないから。ほう、なんだそういうことか。なら一旦どこかで休むか。あそこに開けた場所がある。小休止にはちょうどいいだろう。ありがとうございます。なあ、さっきも言ったけど、変に遠慮とかしなくていいんだぜ。別に人質とか捕虜とかそういうんじゃねえんだからさ。な。うん。思っていたより順応性は高そうだ。置かれた状況を理解し対応しようとしている。そうか、なんつうか覇気がないっていうか、言葉が足りないっていうか。それも個性って言うんだよ。みんながみんな君のように分かりやすい個性を持っているとは限らない。それバカにしてる？いや、褒めている。それより問題はもう一人の方だ。エイ。なんだ？お前最初からこの展開予測してたろ。伝えるために必要な過程だ。責任は取る。ったく、とにかくだ、急いで見つけるぜ。手遅れになる前に。ああ、通信可能域までまだ少し。ボルフ！
何今の。瞳の日時計なくなってるだろ。いいんだよ、もう戦わなくて。命の取り合いもしなくていいんだ。本当なんだ。レウニスの駆動。違う、ケベスのレウニスじゃない。あの装備、もしかして教本にあったシティの兵士。ほう、アグヌスの兵士か。こんな場所に一人で。大方石膏か何かだろう。とりあえず捕らえて部隊の位置を吐かせる。今はコロニーとの戦闘は避けたいからね。抵抗すんのやめないと本当に殺すよ。こいつ。どうしたパナセア、騒がしいな。師匠。アグヌス陛下、若いな。こいつどうやらあれらしいんだ。あれ、日時計なし。日時計なし。日時計なしかよ。一体誰が。この子が。どうしますシュルク。なあエイ、本当にこっちで合ってるのか。この先のエリアはアグヌス軍の支配域だ。自軍へ合流するとなるとここを通った可能性が高い。なら信じるけどよ。どうした。戦闘の後か。軍隊同士のものじゃないな、もっと小規模の。わずかに反応がある。ってことはシティの生き残り。どうかな、あの子が発したものかもしれない。これ、あの子のものだ。じゃあやっぱりここで。ムクロがない。おそらくは連れ去られた。全員倒したとか、兵士たちと違って俺たちの体は後を残さない。それは不可能だ。痕跡から見て相手の方の数が多い。なるほど、なら追おうぜ。もしシティの生き残りならナイルのこと何かわかるかも。そうだな、僕も興味がある。えい、ここらで休息だ。わかった。なんか悪かったな。日時計から解放しちまって
いえ。でもな、納得できねえんだよ、お前たちが戦ってるのは。得体の知れない連中と嫌じゃないか。コロニーには戻りたくねえのか。戻ったらまた戦う。僕も同じだから。そうか、なら俺たちもう仲間だな。仲間？あの人はどうなんだろう。解いてあげて。でも師匠。ヒドケイから解放されているなら彼女はもう仲間だ。仲間？さてと、いくつか質問に答えてほしい。いいかな。まず君の名前、それと所属コロニーだ。名前はカギロイ、コロニーガンマ広域支援小隊所属か。遠いね。ガンマの支配域はこの辺りじゃない。なんだってこんなところに一人で。誰に破壊されたんだい。コロニーのヒドケイさ、軍の情報とは違う。それなら答えられるだろう。変な二人組。二人組？ケベスとの戦いに介入してきて。それで死生観は？へえ、メビウス倒したっての？すごいねそいつら、師匠並みじゃん。どんな二人だった？一人は銀髪に青い服、赤い刀身の剣でヒドケイを切った。そう。もう一人は？頭の悪そうな男、黒い服にナックル。死生観を倒したのはそいつ。不思議な光の力で。ちょっと待った、それは本当か？そいつ髪の毛こんなんじゃなかったか？マシューだ、間違いない。あいつ生きてたのか。マシューって？ああはい、シティの人間です。俺と同じ調達班でメビウスやれるって言ったらあいつしか考えられない。そんなにすごいのか。あんたたちシティの人間？質問していいなんて言ってないよ。いや構わないよ。確かにこの中にはシティのものもいるが、正確には少し違う。僕たちはリベレーター、シティの生き残りを探しているんだ。生き残りを？そうだ、この世界を守るためにね。通信波？こんな時間に誰が？あいつ！来た。なんだ？地震？違う。何か巨大な物体が移動している。向こうだ。鉄巨神！こん
んな深夜にどこのコロニーだ。妙だな、随伴すべき兵士が一人もいない。東に向かってる。追うぞマシュ。ああ、監視は混沌させられてた。怪我は大したことない。そうか、探そう。彼女コロニーに戻るつもりだ。戻ったら消去される。たく世話の焼ける。だから全部話した方がいいって。すまない、受け止めきれるタイプに見えなかったからね。少しずつと思ってたんだが。これは良くないな。パナセア、全員起こすんだ。戦闘態勢。分かった。命の日時計をなくした兵士は用済みなんだよ。死生か。なぜかって何の役にも立ちゃしないから。おっと訂正、敵の場所は教えてくれたっけ。ならまあ少しは役に立ったかな。とりあえずお前は消去。ご苦労さん。何をしてる。動け。大丈夫か。こうなるから君を保護していた。これが奴らの本当の姿だ。お前は。約束が違うな。約束？ゼット殿だ。ことが収まるまで互いに不干渉との約束だったはずだが。確かにゼット様から干渉するなとは言われてはいたよ。いたけどね。仲間が倒されたというのならば話は別。別なんだよね。始まってる。抜けるぞ。いた。けど他の連中はなんだ。見たことねえぞ。話は後だマシュ。ここは加勢する。おお、珍しいな、エイ。君たちは。悪いな、飛び入りで。俺はマシュ、そいつはエイで、こっちがニコル。そこのカギロイと関係を持っちまってね。見過ごすわけにはいかなかった。じゃあ君たちが。
それがウロボロスパワーってやつ。なるほど、メビウスを倒せるってのもうなずけるね。この程度で驚くなよ。次はてめえに食らわしてやる。何その積年の旧敵みたいな眼差し。お前に恨みを買われる覚えはないんだけど。てめえにはなくてもこっちにはあるんだよ。晴らしても晴らしきれねえ恨みがな。マッシュ落ち着け、技が鈍るぞ。言われなくても分かってるけどな、ああいう目つきのやつを俺は許せねえ。いいねえ、そういうの嫌いじゃない。ならこっちも誠意を見せないとね。何？あ、鉄巨人がもう一体。なんだあれは、デタラメだろ。まずは一発目。だーよ、この新機軸、2体の鉄巨人と合わさることで僕の力は倍増する。さて2発目は一点集中。ガキの池、危ない。いい意気込みだぜ、小僧。その意気込み、このレックスが引き継いだ。15年前のことが嘘みたい。ずっと遠い昔のよう。もう使うこともないのかもね。だといいんだけどな。ケベスの女王は解放してない。戦いは終わってないって？このままじゃダメなの？兵士たち戦ってるんだぜ、今この時も。私はこの今が続くのならそれでもいい。本気か？じいちゃんが聞いたら卒倒するぞ。それ両軍の兵士が私たちのルーツだってのは知ってるよ。でもね、私たちは私たち、メビウスと兵士たちはメビウスと兵士たち。共存ができないわけじゃない。共存って、お前。お互い干渉さえしなければ戦いは起きない。それがこの15年だったんじゃないかな。マシューって全部じゃないとダメなの？え？私にとってはあの子たちが全て。余裕なんてないよ。その意気込み、このレックスが引き継いだ。あ、無事か？はい。戦
てるか。ニコル、戦えるな。お前もだ、カギロイ。考えるのは後にしろ。今はこれが現実だ。左をやる。シルク、お前は右を。分かった。そんでお前、小僧。あ？んだよ小僧って。お前はメビウスをやれ。同時だ。はあ？同時？行くぞ。おい、いきなり。仕方ねえ。死んだよ、お前は。鉄巨人だぞ。それも2体融合した。僕なんだぞ。手間取らせやがって。いいタイミングだったね。助かったよ。真打ちは後から登場ってな。しかし妙だな、こいつ。うん、日時計が2つ。だが兵士はいねえ。裏がありそうですね、先生。メビウスの中に様々な日時計を実験的に作り出している者がいると聞いたことがある。リンカ、ちょいと調べてくれるか。わかりました。この件については小隊を編成して対処させます。頼む。さてと、こいつらは？シティの生存者らしい。ほう、ウロボロスパワーはそのせいか。こっちの兵士は誰が解放した？ふん、面白くなってきたな。それはそうと、お前がいてなんでメビウスに襲われる？そいつだよ。保護してやったのに敵に居場所教えやがった。お前は。仲間のところに戻りたかったのか。俺たちを犠牲にしてでも。違う。知らなかったとか言うなよ。結果を想像できてたはずだ。お前はただ見ないふりをしただけだ。お前言うな。ん？敵にお前呼ばわりされる筋合いはない。てめえ、こんなの誰も頼んでない。あと少しで成人だったの。仲間と一緒にここまで来たのに。必死で戦ってきたのに。二つ
言っておく。一つ目、お前の敵はあいつだ。二つ目、お前に仲間はもういない。あ、俺らはどうしたらいい？状況的にあんたらが敵じゃないってのはわかるけどよ、なんつうかこうな。どうもこうも、これからは一緒だぜ、マシュー。ディロン、お前生きてたのか。俺も同じことを言ったよ。よく無事だったな、マシュー。テントを用意させる。積もる話はそこでするといい。そいつはありがてえ。ずっと野宿だったからな。明日僕らの拠点へと立つ。君たちさえよければ堂々してくれると頼もしいんだが。構わねえが、いいよな。って感じだ。助かる。で、その拠点って？あんたらの素性をもうちっと詳しく。それは道すがら説明しよう。急ぐ必要もないだろ。ああ、まあそうだけどよ。わかった。じゃ、そういやリベレーターだっけ、一体どういう集団なんだ？リベレーターは僕とレックスがメビウスと戦うべく結成した抵抗組織だ。あんたたちもメビウスと戦ってたのか。ああ、この世界の解放、本来あるべき姿を取り戻すためにね。だが今は他にやるべきことがある。やるべきこと？君やディロンのようなシティの人間、命の火時計から解放された兵士たち、彼らを救出し保護することだ。現在のリベレーターはそれを最優先事項として活動している。うん。結成当初は僕とレックスに加えてわずかな仲間しかいなかったが、次第に保護した人たちが協力を申し出てくれて、おかげで今じゃ結構な大所帯だと。そろそろ見えてきたね。あそこが僕たちの仮設キャンプだ。さあ着いたよ。ひとまずここなら安全だ。あそこのテントを使うといい。君たちのために用意させておいた。ああ、ありがたく使わせてもらうよ。久しぶりに屋根のある場所で眠れるぜ。ここにいる仲間には事情を話してある。取って食いやしねえって。そう言われて信用すると思う？いいから飯でも食って落ち着こうぜ。腹減ってるだろ。別に私は。今はゆっくり休むといい。見張りは僕たちがやろう。拠点は翌朝に出発する。疲れを残さないようにしておけよ。それじゃあまた。ないですよ先生。うん？あの言い方はないです。ありえません。んなことは分かってるよ。はあ、私たちにはしませんよね。もっとこっちの立場に立ってくれるのに。どうしてです？距離が近いとそうなるんですかね。分かってんなら言うなよ。っていうかさすがだな、リンカ。一目で分かりました。似てますもん、とっても。だよな、いつかとは思っていたが、まさかこのタイミングとはな。向こうもそうみたいですよ。
向こうって本当か？パナセア、そうじゃないかって言ってました。そうか、因果と言うべきか、縁と言うべきか。いい装備だね。よどみのない関節の動き、滑らかなモーターの駆動音。人殺しの道具ですよこれ。なのに褒めるんですか？確かにね。ほう、エクイテスのパルス駆動機じゃないか。道理でいい音がするわけだ。シリンダーとの併用か。看護寸法もぴったりだ。ちょっと勝手に。君が作ったのかい？もう昔から機械いじりが好きでね、見てるとつい。あのさっき助けようとしたろ、こいつでさ。道具は所詮道具、使う人間次第。そうは思わないかい？人を殺すのも、人を助けるのも。その腕、昔戦いでね、このリクに作ってもらったんだけど。けどなんだ、もなんか含みのある言い方も。悪くはないよ、悪くはないけど、ちょっときしみがね。それ悪いって言ってるもん。あり合わせの材料で作ったんだから無理言うなもん。ちょっと見せてもらってもいいですか？やっぱりこれ間にシムが入ってないですよ。だから音がするんだ。確か厚みの合うパーツが。何？もう逃げないよ。逃げるとこなんてないからね。僕は良かったって思ってる。ん？君と戦って。意味わかんない。戦わなきゃここにこうしていられなかった。こっちはいい迷惑なんだけど。よく笑われた。はあ？僕ブレイド出せないから、役に立たないから。ふん。笑った人たちはみんな死んだ。そう、よかったじゃない。せいせいしたでしょ。僕なんかが生き残った。生き残っちゃった。だけどここなら役に立てる、そんな気がするんだ。本当は誰と戦わなきゃいけないか、それだけは分かったから。ニコル、もう一つ良かったこと。あの時君を殺さなくてよかった。バカじゃないの？あんたなんかに私が負けるわけないじゃない。こうして仲間になれた。バカだよあんた。おっす、今日もいい天気、いい朝だ。いや、雨が降り出しそうなほど曇ってるぞ。
おはようございます。おはよう。おお、お前が挨拶だなんて、雨でも降り出すんじゃないか。だからそう言っている。ひょっとして俺のこと気に入ってきたりなんかしちゃってる。ち、こっちは神聖のバカかよ。いいね、いいよ、よくなってきた。おはよう。疲れは取れたかな。ああ、おかげさまでな。久しぶりにぐっすり眠れたぜ。そいつは結構。俺たちの拠点までまだ先は長いからな。リベレーターの拠点か。どの辺にあるんだ。そこの崖を登って、あとは道なりに進めば見えてくるよ。へえ、どんなところか楽しみだな、カギロイ。別に興味ない。相変わらず素直じゃねえな。僕はちょっと楽しみかな。お、だよな、ニコル。カギロイはノリが悪くってな。こいつうっさいんだけど。じきになれる。拠点にはシティから避難してきた人たちもいる。着いたら無事を知らせるといい。きっと喜ぶよ。ああ、ぜひそうさせてもらうぜ。さあ、おしゃべりはこれくらいにして出発するぞ。おう。しばらくお預けか。きっと来てね。うん、必ず行くから。そしたらまた聞かせて。あるかな、ピアノ。じゃあ持ってきて。寂しくなるよ。ここもいっぱいだからな。いいことさ。着いたら連絡忘れんなよ。ああ、第二のシティ、ここ以上に発展させてみせるさ。大きく出たな。ここが。ああ、我々リベレーターの拠点だ。オゴシタシティの生存者は皆ここにいる。改めてようこそ、我らが拠点コロニーナインへ。え、コロニーナインってケベスの。いや違う、ここが本来のコロニーナインだって言ったところで、
あんたたちにはわからないよな。ん？どういう意味？とにかくケベスやアグヌスのコロニーとは違うんだよ。そういうもんだと思っとけ。あ、はい。私は先に司令所に行って皆さんの心情を手配しておきます。それでは。じゃあな、マシュ、落ち着いたらまたゆっくり話そうぜ。お、お疲れ。んじゃ、俺たちは拠点の様子見がてらこいつらを案内してやるか。ああ、そうだね。パナセア、先導を頼んでもいいかな。ほら、さっさとついてきな。遅れるんじゃないよ。この広場はコロニーナインの中心みたいなもんだ。物資の補給や普段の食事に至るまでここで大抵のものが賄える。へえ、結構にぎわってんな。シティを思い出すぜ。なんなら少し見て回るかい？いいんですか？別に急ぐ必要もないしな。好きにしたらいいさ。私は広場を出たところで待ってるから、気が済んだら声かけてくれ。んじゃあ遠慮なく行こうぜ、みんな。用は済んだか？ああ、悪い、他にも見たいところが。ならさっさと見てこい、待っててやるから。ああ、待たせて悪かったな。それじゃ次の場所に行くぞ、ついてこい。ここは司令所だ。部隊長同士の報告会や作戦会議、全体の管理なんかを行っている。まさしくリベレーターの中枢だな。皆さん、お待ちしていました。マッシューさんたちの当面の寝所が用意できました。おう、ご苦労さん。では今からご案内します。ああ、頼むよ。何？畑が珍しいの？いや、あいつらケベスやアグヌスの兵士だよな。もっとね、師匠たちが解放したんだ。死んだんじゃないな。どのムクロも痩せ細っている。まさか飢えて？多分。これだけ生き物がいるのに。ここいらのほとんどが毒素持ちだ。食うには適さない。ならキャッスルからの補給あるはずだろう。敵の兵糧攻めとかだったらとどめを刺すはずだろう。ブレードの傷がない。たまたまなのか意図的なのか、とにかく打ち捨てられたんだ。生き物がダメでも、これだけ水が豊富なら栽培でも何でもいくらでも調達方法があるはずなのに。戦うことしか知らない連中だぜ。でも俺たちとは違う、誰も教えちゃくれないんだ。種を植えて、はい終わりじゃないですからね。今はああやって技術を教えてるんです。戦うこと以外にもいろいろあるんだって。シティじゃやってなかったのか？いや、やってはいたさ。やっては。ん？
ら見せてよ。あいつら全部一緒に暮らせる世界作ってみなよ。用意したテントはこの道を進んだ先にあります。いかがでしたか、コロニーナインは。ああ、いいところだよ。腰を据えるのにもってこいだ。人が多くて賑やかで、僕らのコロニーとは全然違ってた。とりあえず、しばらくの間は厄介になるわ。そうですか。ここが皆さんのテントになります。コロニーナインにある施設もご自由に使っていただいて構いません。ああ、しばらく厄介になるぜ。いろいろありがとな。いえ、それが仕事ですので。さてと、一休みするにはちと早いし、もう少しこの辺を見て回るかな。ああ、そうだった。リクが君たちに用事があると言っていた。後で顔を出してもらえるかい。あ、リクって誰だ。あ、そうか、マシューはまだ会ってないんだっけ。僕たちリベレーターに協力するノポンのメカニックだ。なかなかの腕利きでね。ほーん、で、そいつはどこにいるんだ。コロニーナインの入り口付近に僕の知り合いの邸宅だった廃屋があってね。リクはそこを間借りして自分の工房を作ろうとしているらしい。工房。お、興味津々か、ニコル。うん、行ってみたい、今すぐ。わかったよ。んじゃ、一休みする前に顔出しとくか。
さてと、俺はディロンと話してくれ。シティのみんながどうなったか聞いておきたいからな。お前らはどうする？僕は司令所へ行ってくる。シュルクたちもいるだろうしな。僕はどうしようかな。暇なら私に付き合ってよ。店でいろいろと補給しておきたいから。あ、うん、わかった。それじゃまた後でな。そうか、ナイルには会っていないのか。すまないな、マシュ。6人で逃げるのに精一杯だった。ただ俺たちのグループの他にナオミのグループも逃げ出せたらしい。もしかしたらそっちの方に。ナオミも？ケイレブが呼び止めたんだが聞こえなかったみたいでな。フォーニス方面へと向かったそうだ。遠くて他に誰がいたのかまではわからないって。そうか。ナエルのことだ。きっと無事で一緒にいるさ。お前と同じでああ見えてたくましいからな。ああ。お前んとこは楽でいいな。聞き分け良さそうでよ。嫉妬かい？らしくないね。そんなんじゃねえよ。楽なものなんてないさ。距離感は常に揺らいでいる。今がたまたま幸運なだけ。そうなのか？その時その時でどう答えるか、それが大事だと僕は思ってる。ふーん。幼い頃から自立してたって？ま、足の下にじっちゃんはいたけどな。自活はしていた。だからじゃないかな。彼女のこと、自分と同じとは思わないこと、通ってきた道は違うんだ。だろ？いつもの君らしく寄り添えばいい。いや待てよ。うん？案外向こうから来てくれるかもね。シルクさん、レックスさん、捜索隊の隊員が。誰一人見つからなかったのか？戦闘があったことだけは確かです。ただ申し上げた通り生存者は確認できませんでした。ムクロがなかったことからおそらくはモンスターか何かかと。それにしても全滅ってのが解せないな。長江の部隊は精鋭揃いだったはずだ。うん、一応現場で見つかったものを持ち帰りました。多くは部隊のものですが、中にいくつか異なるものが。というと？カロムが言うにはシティの生存者の持ち物じゃないかって。あ、これは。おい、こいつをどこで。こいつはナイルのものだ。教えろ。だから救難信号のあった場所だ。本当か？本当にそこで。マッシュ。ああそうだ、他のものと一緒に木の根元に落ちていた。木の、そんな。マッシュ、ナエルっていうのはお前の身内か何かか？妹だ。ずっと行方を探してる。そうか。なあリンカ、救難信号はどこから出ていたんだ？捜索隊によるとラグエル湖付近からのようです。おい待て、まさか一人で行くつもりか？ああ、これは俺の問題だからな。直接行って確かめてくる。
ここからラグエル湖まではかなり距離があります。単独では危険が。やっとなんだよ。やっと見つけた手がかりなんだ。捜索隊を襲った連中がまだいるならなおさらナイルを放ってはおけねえ。そう興奮するな。何も行くなとは言ってねえさ。元より僕たちも向かうつもりだ。捜索隊が全滅なんてただごとじゃない。悪い、つい先走っちまって。いいんだ、悠長にしていられないのも事実だしね。となるとここはエーテルスライドの出番かな。エーテルスライド？みんなこっちに来てくれ。エーテルスライドは簡単に言えばエーテルの流れに乗って移動する装置のことだ。例えるならエーテルでできたワイヤーを引いて滑走するようなものだね。エーテルスライドを使えばラグエル湖のすぐ近くまでひとっ飛びさ。師匠とリクが共同で開発したんだ。どうだ、すごいだろう。うん、本当にすごい。そんな技術が。興味があるなら少し手伝ってもらえるかい？はい。先に必要な素材を渡しておこう。これ変わったエーテル結晶ですね。それは黒い霧の影響でエーテルが変質したものでね。僕はブラックシャードと呼んでいる。黒い霧が発生している場所でしか見つからないんですか？その通り。そうそうお目にかかれない貴重品だ。とはいえワイヤーを照射するエーテル増幅器を作るのに欠かせない素材でもあるのさ。なるほど。さて講釈はこれくらいにして装置の製作に取り掛かろうか。了解です。ウロボロスパワーの痕跡はなし。足跡はありますね。でもこれ捜索隊のブーツだけっぽいです。他は一切か？シティの生存者のやつあるはずだろう。あるにはあるんですが妙なんです。妙とは？ここまで来た足跡はある。でも去っていった足跡はないんですよ。やられちまったってことか。おっと、すまねえ。全部剥げよ。一週間は食いつなげる。
なんで、なんでそっとしておいてくれないのよ。なんでそんな奴ら連れてくるの。よせナイル。アシュ、決まりだろ。ここのだって兵士だった連中もいるんだ。そいつらのことも考えろ。おかしいよナイル。もう十分じゃない。私たちだけで十分なのに、こんなことしてるから、だからカイラは。いるのか、ナイル。明かりぐらいつけろよ。やめて。メビウスがいなくたって変わらない。結局人が人を殺すんだ。解放されていない兵士たちだった。多分支配されて。瞳赤くなかった。あいつら、自分たちの上をしのぐためだけにカイラを。全部が、全部じゃない。頭、お花畑かよ。ナイル。なんで全部満たそうとするの？そんなの無理に決まってるじゃない！諦めたらそこで終わりだって、じいちゃんも言ってたじゃないか。なら見せてよ！あいつら全部。一緒に暮らせる世界作ってみなよ。できるんだよね。余裕あるもんね、マシューは。俺は、私には余裕なんかない、ないんだよ。まだ死んだと決まったわけじゃない。足跡だって、そもそも捜索隊の戦闘とは別の事象かもしれない。頭じゃ分かってるさ、けど気持ちの方がな。たく、めんどくせえ。めんどくさい？俺たちの体だよ。せめて兵士のようにムクロになるってんならな、跡形もなく消えちまうんじゃ確かめようがない。その不安は理解する。だが希望は持て。分かってるよ。あんたらか、何か用か。飯まだなんだろう。来いよ。みんな盛り上がってる。別に落ち込んじゃいないよ。分かってるよ、そんなんじゃねえって。懇親会みたいなものさ。マシュ、もしよかったら聞かせてくれないか。君の妹ナエルの身に何が起きたのか。お、無理にとは言わない。いや、いいよ。あれはシティが崩壊した日のことだ。マシュー、じいちゃん。ナイル、
波紋シーチャー波紋だぞマッシュー気がついた時には傷だらけで飛ばされていた。その時俺を解放してくれたのがエイなんだ。旅をしている途中に偶然出くわしたらしい。なるほど。それで…それだけじゃねえ。あいつも、あのメビウスも、あいつだけは絶対この手で。変わらないな、君は。芝居がかってるって？言わずとも分かっているよ。なぜその姿を？ロゴスは男性人格、プネンワは女性人格、ウーシアは間を取り持つ存在。それがトリニティプロセッサーだ。別におかしかねえ。なるほど。マシューには？アルファと君との間に何があった？なぜ別れている？予想外だった。メビウスと人にあんな力があるなんて。おかげで解放されたんだけどね、ウーシアの枷から。枷？君たちは、特にシュルクは知っているだろう。オリジンがウーシアのコアを元にして作られているって。メリアから聞いてはいたよ。アルビースからの贈り物だって。ウーシアは最低者だった。しかし、ロゴスとプネウマの存在、意見と言ってもいい。それがあって初めて機能する。つまり、二人を欠いた状態では、ただの機械に過ぎない。元の僕は、クラウスの影響を、その後悔の念を受けて、あの世界に誕生した。それゆえ君たちに協力できた。彼はもういない。残された僕はただの機械。ただの機械は冷淡だ。だからこの世界を消去しようとしたんだ。新たな未来を作るためには、過去に固執し今にとどまろうとする雑音、君たちの命は不要だとね。ウーシアは新たな命であるシティの人々のみを救うべきだと結論した。ウーシアはアルファを名乗り、シティの人々を導き、新たな世界へ旅立とうとしていた。古き世界すべてを消し去って。しかし N の介入によってそれは頓挫した。それだけじゃないけどね。ともかく僕はアルファから分離できた。かつて君と旅をした記憶、わずかに残っていた記録、それが僕だ。両親と言ってもいい。で、その両親とやらはこう言ってるわけだ。置き去りにしていい命なんてない。全ての命を救うべきだと。まあそんなところかな。もしロゴスやプネウマがここにいたら、きっと同じことを言ったと思うよ。だろうな。なんであの小僧についている？あるんだよね、理由が。アルファがこの世界で力を行使するには、よりしろが必要なんだ。そう、かつての君とザンザンのように。それがマシューの。
なんだ風が。湖の方だ。迎えに来たよマシュ。さあ一緒に行こう。怪我はないか、ナイル。大丈夫。何だったんだこいつ。メビウス先兵ってやつに似てなくもないが。マシュ、何があった。ああ、オーレス、平気だ、なんともない。メビウスか。いや、なんか見たことないモンスター。倒したら霧のように消えちまった。脅かすなよお前、ウロボロスパワー使ったからメビウスかと思ったぜ。いや、ないだろ。最後のメビウスとの戦いからもう15年だぜ。まあそうだけどよ。エーテル鉱石は。この通り。そうか、今日のノルマ達成だな。戻るか。あ、ナイル。うん。行こう、新たな世界へ。古きものを捨て、新しき者たちと。ナイル。何やってんだよ、置いてくぞ。ごめん、今行く。ナイル、さっき何してたんだ？え？なんかぼーっとしてたろ。別に。マシュ。どうした？マシュか、すまねえ。ちょっとこっち手伝ってもらえるか。手こずっちまって。ボルフだろ。思ってたより数が多い。しょうがねえな。わかった、すぐ行く。ディダーラ島だったよな。すまん、助ける。ディロンか。ああ、ボルフに手を焼いてるんだと。ちょっと行ってくるわ。群れ拡大してたからな。そうみたいだ。悪いナイル、先帰っててくれ。うん。行こう、新たな世界へ。古きものを捨て、新しき者たちと。人がアルファの手に落ちてから14年。今宵その姿を現すか。
オリジンはアルファの小中。我はここから動くことかなわぬ。今一度言ってくれるな。次の剣、因果を否定し揺らぎをもたらす存在。何故あの男の手に渡ったのか。ここには神なる者たちの意志が満ちているようだな。ナエル、お前生きていたんだな。よかった。俺本当はあの時お前が死んじまったんじゃないかって。なんだよその格好。どこで拾ったんだそんな服。違うぞマシュル。こいつは違う。は違うって、ナエルじゃねえか。見てわかんねえのかよ。あ、そうか、初めてだもんな。待ってろ、今写真を。マッシュ、僕を見ろ。今君の目の前にいるのはナエルであってナエルじゃない。彼女はアルファだ。はあ、なんだよエイ、お前まで。それにアルファって誰よ、意味わかんねえ。何してるの？早く行こう。みんな待ってるよ、マシュ。ナイル、ちょっと待っててな。なんかややこしいことになってるみたいでさ。アルファはある日突然現れた。この世界を消し去るために。僕とレックス、そして Z はアルファと戦った。この世界を守るために。アルファの力は強大だった。僕たちの力を一つにしてもそれを防ぐことはかなわなかった。できたのはわずかに時間を稼ぐことだけだった。その戦いを経験したことでアルファは求めた、より強く自分の力を行使できる存在、よりしろ。それがナエルだ、マシュ。シティ崩壊の日、ナエルは行方不明になったんじゃない。あの日彼女はアルファとなったんだ。お前までなんだよ急に。意味わかんねえ。作り話も大概に。後でたっぷり説明してやる。今は目の前のこいつをぶっ倒す。倒すって言葉のあやだ。できることならナエルを解放する。できなかったら。そん時は覚悟を決めろ。むちゃくちゃだろそれ。邪魔するんだ私たちの。ナエル、ねえ、こんな世界のどこがいいの。自分のためだけに奪って貪って、命がゴミ以下の価値しかないこんな世界のどこが大事なの。いらないよね。そうだよね、マシュ。がっかりだよマシュ、そっち側だなんてね。違うんだ俺は。もういいよ、私たちだけで行くから。さよなら、お兄ちゃん。こいつ、あん時よりはるかに力を。よりしろだ。彼女の強い思いがアルファに力を与えている。ナエル、やめろ。やめてくれ。
つは。エヌ、思いが力を与えているのならば、より強い思いで断ち切らねばならん。お前たちには不可能だ。アルファ、今一度断とう。その思い、このエヌが、この剣が。次の剣で奴は本気なの。私はナエルだよ。もうすでに切った。曇りも迷いもない。またそれか、アルファ。ナエル、終わりだ。やめろお前がじいちゃんだけじゃ足りねえのか。何考えてやがる。えい、彼を撃ってはいけない。マシュ、本当の敵は彼じゃない。バカ言ってんじゃねえ。こいつはナイルを、じいちゃんを。なのに彼は君の肉親だ。私を消し去ろうとした、それがこの男よ。ナイル、重い、強いのね、この私か。それ以上に時を稼いだつもり。わずかだとしてもお前を消すには十分だ。そうなら待っててあげる。マシューもね。オリジン、あんな場所に。やっぱりアルファが。ってことは時間はあまり残されてねえ。なん、永遠だ。何？俺はこの世界を守ることを条件に、 Z から永遠を、永遠の今を約束された。
ビウスの親玉か。永遠なんか得てどうする。もともとお前らメビウスは、てめえそんな理由で。お前は追うんだろうな。だがたどり着かせはしない。お前が取り込まれる前に俺はアルファを切る。それだけは覚えておけ。本気か、ナエルも。てめえの肉親なんだぞ。マシュ、一度拠点に戻って体制を立て直す。そこで全てを話そう。当然だ。俺だけ何も知らねえとか、そういうのは納得できねえ。僕たちの世界はもともと一つだった。繁栄の極みを迎えた世界で多くの人々が暮らしていた。だがある日、一人の男の暴走によって世界は二つに分かたれてしまった。一つは巨神界、もう一つはアルスト。分かたれた二つの世界は各々独自の進化を遂げていき、そこでは新たな命が誕生していった。決して平和ではなく、独善的な支配者による統治、限られた資源の奪い合い。それでも未来を求める人々の世代を超えた努力によってようやく世界に平穏が訪れた。それも長くは続かなかった。一度は離れた世界が再び元に戻ろうとしたんだ。二つの世界は異なる物質で構成されていた。合わされば光となって消滅してしまう。アイオニオンの各地で起こる消滅現象、あれはその予兆なんだ。俺たちは知恵を結集させ、滅びから逃れるためあるものを作った。オリジンと呼ばれる全ての物質の情報と記憶と魂の場。たとえ世界が消滅したとしても再生させるシステム。そう、空に浮かんでいるあれのことだ。その核となっていたのがウーシアと呼ばれるトリニティプロセッサー、つまりアルファだ。アルファは俺たちを不要な存在と決めつけ消去しようとした。俺たちは戦った。メビウスもな。結果は痛み分け、いや負けか。ほんのわずかその時を延ばせたに過ぎない。悪あがきさ。アルファは再び力を蓄え旅立とうとしている。箱舟と呼ばれるオリジンの中枢に新たな命、つまり君たちシティの人々を集め、共に新しい世界へとね。それで全部か。もう隠し事はなしだ。偽りのない事実だ。でも、なんであの子だったんでしょう。他にもシティに人はいるのに。あの子にはアグヌスの血が、コアクリスタルの特性が色濃く受け継がれている。おそらく俺たちとの戦いで受けた傷を、欠けた機能を代用したんだろう。それだけじゃない。彼女の思いもその一つ。いや、むしろそっちの方が強いのかもしれない。ねえ、こんな世界のどこがいいの。自分のためだけに奪って貪って命がゴミ以下の価値しかない、こんな世界のどこが大事なの。あれは
んなのはナイルじゃない。あいつは誰よりも優しかった。子供たちの面倒を見て、慕われて。だからこそ、それを失った時、人はどうなる？どう変わる？昨夜の言葉、あれは彼女の本心だ。その思いは、アルファにとって最高の糧。今や、この僕よりも必要不可欠な存在なんだ。俺は行く。行って取り戻す。ナイルを。世界とか命とか、そういうのはあんたらで考えてくれ。覚悟は、できている。それでいい。目的は同じだ。お前の最善を、俺たちも望んでいる。N は君の肉親だ。できるのか？あいつは、じいちゃんを切った。肉親でも何でもねえ。そうか。ならもう止めない。だが。お。だがもし、彼の言葉に耳を傾けるのなら、すべてを受け止めるんだ。受け止めて、君自身が判断しろ。僕は尊重する。すまない。待たせたか？構わん。今から始めるところだ。それじゃあ、今後の行動についてだが。そんなの決まってるだろ？あのオリジンとかいうのに乗り込んで、アルファをぶっ倒して、ナイルを連れ戻す！ま、そう言うと思ったよ。俺らの方針とも、概ね違っちゃいないしな。オリジンに向かうには、まず、監獄島を目指す必要がある。監獄島？監獄島はこのセントムニア地方の北端、切り立った地形のただ中にある。そこにオリジンへと通じる道がある。ですが、一つ問題があります。問題ってのは？監獄島の入り口は塔の側面、それもかなり上空に位置します。調査隊による観測の結果、陸路でたどり着くのは不可能と判明しました。シティの皆さんが所有するアーモリーも現在は故障中のため、空路で行くこともできません。いきなり打つ手なしかよ。何か方法はないのか？安心しろ、ちゃんと手は打ってある。エーテルスライドの装置を垂直昇降仕様に改造する。そいつを使って監獄島の側面に取り付く。さしずめ、エーテルリフトといったところかな。改造に必要な段取りについては、後で陸の工房で説明しよう。なるほどな。とにかく、そのエーテルリフトってのを準備しなくちゃってことだな。んじゃ、早速。マッシュ。お、どうした、ニコル。あの、話があるの。ここにいる全員に。なんだよ、改まって。すごく大事な話なんだ。なるほどな、わかったよ。ここじゃ落ち着かねえし、場所を変えるか？うん。じゃあ、僕たちのテントで。おう。それじゃ仕切り直して。ニコル、大事な話ってなんだ？あのさ、カギロイと話し合ったんだ、僕たちのこれからのこと。僕たちも戦う。マシューたちと一緒に戦いたいんだ。そいつはつまり、
お前たちもオリジンに行くって意味か？うん。確かに魔衆のおかげでもう戦う必要はなくなったけど、でも僕とカギロイの命は、残された時間は限られてる。その時間を魔衆たちのために使いたいんだ。ニコル、お前、そのアルファだっけ？そいつを倒さないと世界そのものが危ういんでしょ？それが本当なら私たちも人事じゃ済まないし。だったらダメだ。何よ、足手まといって言いたいわけ？私たちは兵士よ。ちゃんと戦えるし、覚悟だってできてる。いいか、よく聞け。覚悟さえあればアルファと渡り合えるなんて思うな。この戦いにおいて覚悟以上に必要なのは力だ。アルファに対抗するためにはウロボロスパワーの力が不可欠と言ってもいい。だが君たちに宿るそれはまだ覚醒したばかりで、アルファと戦うには不十分だ。そんなのやってみなきゃ。わかるんだよ、今のお前らじゃどうあがいても返り討ちだ。かつての俺たちのようにな。俺も今回ばかりはお前らを守りながら戦う余裕はない。ここでおとなしく。もし力が得られるとしたら。なんだと？リクからいろいろと聞いたんだ。ウロボロスストーンのこと。あの装置はウロボロスパワーを、力を発動するための機能が備わってる。しかもまだ改良の余地があって、僕たちの知らない力が秘められている。その力を引き出せれば、僕とカギロイのウロボロスパワーもより強力になるはず。うん、確かにその可能性は否定できないな。そんな付け焼き刃でどうにかなる相手じゃない。それこそやってみなくちゃわからないでしょ。あのな、俺はお前のためを思って。いや、レックス、カギロイの言う通りだぜ。お前、一つでもできることがある。なのにただ何もせずじっとしてるなんざ俺だって嫌だ。残された時間が限られてるのならなおさらそう思うぜ。それにさ、まだ短い付き合いだけど、俺は二人のこと仲間だって思ってる。お前らが一緒に戦うって言ってくれた時、正直嬉しかったぜ。マシュ。どちらの言い分にも一理ある。このままでは平行線だが、どうする？さて、どうしたものかな。力を引き出すと言ったな。具体的な方策はあるのか？それについてはリクに考えがあるみたい。準備ができたら教えてくれるって。いいだろう、続きはリクの話を聞いてからだ。人が協力してあげるって言ってるのに、何なのよあの態度。今のあなたには知る由もないことです。はあ、意味わかんない。とにかく俺たちもリクのところに行こうぜ。うん。レックス。リク。やれやれ、もう大勢で押しかけて何事も。リクは今ウロボロスストーンの調整で取り込み中も。後にするも。そのウロボロスストーンのことだよ。前に話してたパワーアップの件、詳しく聞かせてほしいんだ。それを早く言うも。だったらいいタイミングで来てくれたも。ちょっと待つも。
ウロボロスストーンの原型はうんと前にケベスとアグヌスの女王が作ったものも。だけど完全じゃなかったから、ウロボロスの力を引き出せたものもメビウスにはかなわなかったもん。ケベスの女王は捕らえられちゃって、残ったアグヌスの女王もメビウスから逃れるためにどこかに隠れたんだもん。こいつを完全にするのにあとちょっとだったって聞いたもん。わずかに残ってた当時の記録をもとに装置自体の改良はリクがやってるもん。でもきっとそれだけじゃ足りないもん。必要なのは多分きっかけも。きっかけ？というわけでこれを二人に渡しておくもん。そりゃなんだ？ウロボロスストーンとウロボロスパワー使用者を紐付けるための小型端末も。それをつけてウロボロスパワーを使うと使用者の生体情報がウロボロスストーンに送られるもん。そうすることでウロボロスストーンはさらに成長するはずも。ウロボロスストーンが成長すれば端末を通じてニコルとカギロイの力もパワーアップするって寸法も。なるほどな。つまりそいつをつけて修行すればいいってことか。話はそう単純じゃないもん。さっきも言ったけど成長にはより大きなきっかけが必要も。きっかけとか言われてもね、結局どうすればいいの？それが分かれば苦労しないもん。リクに分かるのは普通に戦う程度じゃダメってことくらいも。なんとなく分かったかもしれない。あの N っていう執政官と戦って追い詰められた時、マッシューのウロボロスパワーに明らかな変化があった。きっとあれがマッシューにとってのきっかけだったんじゃないかな。ああ、あれか。より強い敵との戦いがすなわちきっかけとなりうるということですか？だったら大物モンスターどもを片っ端から狩るってのはどうだ？いや、もっといい方法がある。おいおい、そうくるか。僕たちが相手になろう。より強い敵としてね。え？ちょっと待ってよ、僕たちってまさか。2対1じゃフェアじゃないだろ。つまりそういうことだ。俺たちを倒すことができたらあとはお前らの好きにすればいい。わかりやすいだろ。お、いいかもな。それシュルクとレックスなら相手にとって不足なしだろ。なんだ、おじけづいたのか。そんなこと。さてコロニーの中でドンパチするわけにもいかねえし、場所を変えるか。そういうことならコロニーの裏手にあるあそこはどうかな。ゲトリクス信託跡地か。まあいいんじゃないか。俺は構わない。二人もそれでいいな。はい。望むところよ。ニコル、カギロイ、頑張れよ。応援してるぜ。どうやら先客がいるようだね。迷惑な客だな。タイミング悪すぎんだろ。そうでもないぜ。物は考えようだ。ウォーミングアップにはちょうどいいってな。あんなの相手にウォーミングアップってどんだけよ。でもやるしかない。ああ、その息だニコル。おっしゃ、行くぜ。よし、いい具合に体も温まってきたな。始めようか、二人とも。ええ。
てるかな、僕たち。ちょっと今それ言う？ごめん。そもそも勝つとか負けるとか私たちには関係ないんじゃないの？うん、あくまで目的はウロボロスストーンにデータを送ることだから。でもさ、やるからには勝ちたいよね。当然。お前にしては大胆な賭けに出たな、シュルク。これがお互いに納得できる最善かと思ってね。まあいいさ、どの道ここで終わるようじゃアルファとの戦いなんざ夢のまた夢だ。器はできていようと、カギロイもニコルも中身はまだ幼いままだ。ここは俺たちがケツを持ってやらなくちゃな。ああ、そうだね。それが大人としての責任だ。僕が前に出る。カギロイはサポートをお願い。分かってる。行くよ、ニコル。これで決着にしよう。おう。来る。あと少しだ。ここを乗り切れば。あれは。見て、端末が。これって。おい、エイ、今の。ああ、二人のウロボロスパワーがかつてないほど高まっている。やるじゃないか、あいつら。これでも手を抜いたつもりはなかったんだけどな。ああ、してやられたって感じだ。嬉しい子さん、とも言えるね。大人の面目、丸つぶれだな。大丈夫よね？いや、そうでもね。どこか骨が折れたかもな。大変じゃない。今すぐ治療しなきゃ。ちょっと、そういう冗談やめてよ。全然面白くないから。お疲れさん。いいもん見せてもらったぜ。ああ、今の戦いはウロボロスストーンにとって十分きっかけとなったはずだ。うん、リクのところに戻って確かめよう。ニコル、カギロイ、よくやったもん。これを見るもん。ウロボロスストーンが光ってる。二人の生体情報を受信中に内部の光子エネルギーが急に霊気し始めたもん。ウロボロスストーンは間違いなく成長したもん。パワーアップは大成功もん。それじゃあ私たちのウロボロスパワーも。ウロボロスストーンと端末でリンクしてるカギロイとニコルも同じくパワーアップしてるはずもん。ああ、ここまで来たら疑いようもないだろう。
なんせこの手だれ二人に勝ったんだからな。僕もレックスも手を抜いたつもりはなかった。あれは紛れもなく二人の力だ。全言撤回するよ。今の君たちならアルファとも十分戦えるはずだ。ありがとうございます。で、そっちは？言っただろ、勝ったら好きにして構わないと。じゃあ認めてくれるのね、私たちのこと。ああ、本当によくやったよ。ひとまずこれで解決かな。人の親というのは、子を守るためにあえてこの意思をくじくこともある。そういうものだと思っていたよ。くじいてやろうとしたさ、割と本気でな。だがあいつらにはそれを跳ねのけるだけの強さがあった。結果が全てさ。何がおかしい？いや違うんだ、ただふと思ってさ、彼らの成長を喜ぶ日がこうしてまた経験できるなんてってね。違いね。アルファを倒しても彼らに待ち受ける結末は変わらない。いざその時が来たら君たちは変えてやるさ、その結末ってやつを。たとえここが不条理でいびつな世界だろうと、子が親より先立つなんてことだけは絶対にさせねえよ。そのために打てる手は全て打つ。僕たちのこの命に変えても。まさか君たちは。これで監獄島に行く手はずは整ったな。あとは当日までに諸々の準備を済ませておくだけだ。ちゃんと休んで体も万全にしておきましょう。ああ、準備が終わったらテントで休むとしようぜ。さて、明日の準備もできたし、そろそろ寝るとしますかね。僕も一足先に休ませてもらう。寝坊するなよ、マシュ。しねえよ、ガキ扱いやめろよな。僕とレックスは司令所で最後の確認だ。留守中の引き継ぎもしておかないとね。わかってるよ。やれやれ、こんな時まで書類仕事か。手伝います。同じく手伝います。先生たちにもできるだけ休んでいただきたいので。そんじゃ今日はここで解散だ。また明日な。お前すまんな。お前じゃない。ああすまん、カギロイだったな。俺に用でもあるのか？誰かにそのことづてを頼まれたとか。ありがとう。ん？俺言ってなかったから。レイ？助けてくれた俺。ああなんだそんなことか。成り行きだからな、責めてくれたっていい。ふざけんなっ
って最初は思ってたけど、今はこっちのがいい。自分で決められるから。そうか。ねえ、うん、その目最初から、それとも。これがアルファとの戦いでな、油断したツケみたいなもんさ。あ、そうなんだ。不便ではあるが結構気に入ってる。俺が尊敬してる人と同じだからな。そういう人いるんだ。なんでそこまでするの？そこまでって何をだ？人助け。全然関係ないのに体まで傷つけて、世界を守ろうと戦って。笑顔かな。笑顔？俺が戦うことで誰かが笑ってくれるなら、そんな世界を作ることができたら。だから戦うの？ああ、それにな。ん？関係ない、なんてことはねえんだぜ。うん、生きる以上は必ず誰かとつながっている。俺たちはそれを絆って呼んでいる。絆？お前と出会ったのは偶然だ。偶然お前と俺とが絆で結ばれたなら、守らねえとな。レックス。世界を守るってのはそういうことさ。よし、全員揃ったな。あの、マシューがいません。まさか何かあったのか？うわー、寝過ごした。はぁ、はぁ、はぁ、悪い、遅れた。まさか本当に寝坊するとは思わなかったぞ。いや、その妙に目が冴えちまってあんま寝れなくてさ。おいおい、意外と繊細なのね、あんた。マシューが繊細？なんか言いたそうだな、ニコル。ううん、別に何も。本当に大丈夫なのか？まあいい。それじゃあ監獄島への行軍ルートについてだが、コロニーナインの裏手、あそこが見えるか？洞窟？そうだ、監獄島へはあそこから向かう。洞窟の先には大きな縦穴があります。人の手で登攀するのは困難ですが。読めたぜ、エーテルリフトを使うんだな。察しの通りです。稼働テストにもちょうど良いので。パナセア、例のものは？どうにか間に合いました。うん、ご苦労だったね。これでエーテルリフトも問題なしだ。俺たちでアルファをぶっ倒してナイルを連れ帰る。泣いても笑ってもこれが最後だ。目指すは監獄島からのオリジン。腹くくっていこうぜみんな。信じられない。エイトはそれまで一度も会ったことないのにシティの人間だって思ってたわけ？数いたからな。全部を知ってたわけじゃない。昔シティに住んでて、あん時たまたま帰ってきて
その時に俺に会ったって。何者かも知らないまま一緒に行動してたって、ほんと信じられない。話さねえやつの方が悪いだろ普通。君が全く疑わなかったから話さなかった、それだけだ。はあ？なんだそれ。だいたいこの世界を一人旅だなんておかしいだろ。普通は疑う。疑わねえよ普通。エイ。なんだい？僕は神になることを捨て、ビジョンの力を失った。でも君は。未来が決まったものでないことは、君自身がよく知っているはずだ。もし僕が今、君たちの未来の姿を告げたとして、それは一つの可能性。おぼろな姿でしかない。姿に形を与えるのは、君たちの意志だ。それが未来なんだよ、シュルク。そうだったね。年は取りたくないな。つい臆病になる。それでちょうどいいもん。脇目も振らずに突っ走るのは若いもんに任せとけばいいもん。言うね、リク。ってのは師匠の受け売りも。師匠か。そういうやつにこれを渡せって言われたもん。それはみんながここにいるもん。シュルクの底にもいるもん。僕たちは一人じゃない。うん。なあエイ、俺は今お前をすげえ疑ってる。だから話せ。本当は何があった？シティでお前がアルファの分身ってんなら見たんだろ。知ってるんだろ。僕は話さない。なんでだ？それは N から君自身が聞くべきことだからだ。俺が？そして判断するんだ、何をすべきかを、誰を救うべきかを。その答えの先にナエルはいる。名前ん？本物なのか？始まりのものという意味がある。この世界で僕とアルファだけが持つことができる。こう言っていいのかわからないけど、懐かしいな。かつて君はここからウーシアの記憶空間へと向かった。アルファはあえてそれを再現しているんだ。つまりここから箱舟へと行けると。そういうことになるね。Nか。わざわざ待っていてくれるとは、律儀なやつだぜ。どうしたの？あんな死生観見たことない。Nはケベスの死生観だから。わかってる。私が言ってるのはあの目。目？死生観ってもっと楽しそうにキラキラしてるのに、あの人全然光がない。嫌、うん、だよあんなの。チッ、当選簿ってか。そんな顔してるぜ。アルファはお前を待っていると言った。
だからなんだ。それはつまりお前が必要だということだ。お前なしでは箱舟は飛び立たない。まだるっこしい言い方はやめろ。イラつくんだよ。ナエルをこの世界に留めているのはお前だと言っている。だから魔衆を消そうってのか。あの子を救おうとはせずに。てめえ相当歪んでいるな。本心なのか。これが約束だ。喜ぶとでも。永遠の流れの中で過程は意味をなさない。飲み込まれていく全てな。柱は さあ早くこの輪の中に。あとは魔衆だけ。ナエル？お前一体。そんなことを言ったじゃないか。あの時仲間を探せって答えてくれ。邪魔なんだよ私たちが。ナエルね。メビウスになった人 N っていうのか。お前何者だ。ナエルに何をした。そいつの名はアルファ。この世界を消し去ろうとするものだ。な！違うよ。私は未来へと旅立とうとしているの。ただちょっと不要なものがあるだけ。不要なもの？命だ。我らメビウスとこの世界で生きる兵士すべての。だからってこんなことを。ね、いらないでしょ。俺はとどめてみせる。この時を、この今を。理解できまい。これは選択だ。
を選んだというのは私たちを捨てて捨て去ろうとしているのはお前だ。ナエル、終わりだ、アルファ。よせ！家族、なんだよ、ナエルは。こんなのダメだよ。母さんはこのことを知る必要はない。すべては俺のうちにある。きっと行けと言うんだろうな。母さんはだけど選べないよ。その道はゴンド。ナイル、じいちゃん。僕が行くのはこの道だ。マシュ。じいちゃん。ナイル、未来を頼む。じいちゃん。頼んだぞ、マシュー。わなんだったの今の。オリジンの記憶だ。マシューと N のぶつかり合いが僕たちに見せたんだ、 N の本当の思いを。二人の間にあんなことが。シティの人間たちはこの世界の未来だ、はあ、アルファにとっては欠くべからざる力の源泉だから、みんなを、じいちゃんを。ゴンドウの選択だ。俺は望むまま切ったまでふざけんじゃねえぞ。じいちゃんはてめえなんざ選んじゃいねえ。未来を頼むってのはそういう意味じゃねえバカじゃねえのか。てめえは大バカ野郎だ。俺たちだけじゃねえ、てめえのことだって全部ひっくるめて。じいちゃんは、それが届かねえってんならてめえは大バカ野郎だ。マシュ、行くぞ。こんなバカに付き合ってらんねえ。放っておくの？メビウスだよ。まだ何かしようってんならもう一回ぶっ飛ばす。身内の蹴りは身内でつける。そんだけ。うわっ、 N！ 待っていたよ、お兄ちゃん。
ユースイレブンです。5月16日水曜日、ラダマンティス自治州の天気は快晴、気温は摂氏24度、湿度は 56%。 昨日に引き続きとても過ごしやすい一日となりそうです。本日のメインキャスターは私、シエナ・モーガン。解説委員は報道局政治部、バリー・クローリーでお届けします。ここは？おい、何がどうなってるんだ？一体どこなんだろう、ここ。わからない。ひとまず道は続いているようだが。だったら先に進みましょう。ここにいてもしょうがないし。この状況、何が起きてもおかしくねえ。全員気を抜くなよ。綺麗、こんなの見たこともない。何あの塔、どれもみんなキラキラ光ってる。この距離であれ、キャッスルより何倍も大きい。シルク、ここってあれだよな。ああ、僕たちの始まり、ザンザ、いや、クラウスの世界だ。崩壊前の。うん。何の世界だって？僕とレックスの世界ができる前、すべては一つだった。それがここなんだ。拠点で話してた、くっつく前に二つ、それぞれの世界があって、そのさらに前の世界ってことか？なかなかの理解力だな。感心したぜ。ってことは、俺たちは昔に来たってこと？いや、違う。オリジンは記憶の場だ。僕たちはその直下にいた。ああ。ここはおそらく、オリジンの中だ。つまり、誰かの記憶ってこと？この時代の記憶を持っている者は、一人しかいない。アルファか。しかし何だってこんなものを見せる。見せているのもアルファなのか、それとも、ん？ピアノ？この曲は。あ、マシュ、いらっしゃい。待ってたんだよ。バリー、それにしても本当にいい天気になりましたね。ナイル、お前どうして。素敵なところでしょ、ここ。ずっと望んでたんだ、こういう素敵な場所で、マシューと私と、そしてみんなとで一緒に暮らせる日を。みんな？いつの間に。先生、お腹空いた。おやつまだ？はい。じゃあ手を洗った人から並んでね。今日はね、先生の手作りだよ。やったー！第9次以降は7月に就航する新型の超長距離高性能移民船、
フィラデルフィア級が母船として配備されるとのことです。たくさんあるからね、おかわりしたかったら言ってね。計画が予定通りに進めば総計1000万の人々が広大な宇宙に旅立っていくこととなります。次のニュースです。昨夏より議会に提出されていたサルワートル人権擁護法案についてです。このため13の自治体ね、素敵でしょ。ここでは何の心配もいらない。みんなが笑って暮らせるの。外にはこんな世界が待っている。新たな命にふさわしい場所、それがここ。ナエル、お前約束してくれたの、あの人が。あの人？白銀の髪の優しい目をした人。この美しい世界をくれた人。古い命は捨てて旅立とうって。ディミトリ・ユーリエフ氏から声明が出されておりますので、そちらを。そうすればここは私たちのものになるって。だから古い命なんていらない。確かに美しいな、このままであるのならば。ナエル、この先の景色を見たことはないのか？見たいとは思わない。本当は気づいているんじゃないのか？この世界がこの後どうなったのかを、人がどういう存在なのかを。思いは傲慢だ。何一つ不自由はなかったはずなのに、理想の世界を築いたはずなのに、人は先を求めてしまった。そして世界は今の姿となった。嘘、こんなの嘘。こんなデタラメを見せたって私は変わらない。あの人はアルファを私に約束してくれたの。私たちの行く先にはここがあるって、こんな世界を作れるって。本気かよ。本気なんだよな。当然でしょ、私たちが得られなかったものがここにある。ねえよそんなもんは。一緒なんだよ、どこも。見捨てたら同じになるんだよ。あいつらお互いに殺し合ってるじゃない。生きるため、それが何。メビウスの守ろうとするものなんていらない。ものじゃない、命だ。確かにメビウスは許せねえ。平気な顔をして命を刈り取る。だけど刈り取られる側に何の罪がある。何をした。何一つ選べない中で今を必死に生きようとしているだけじゃないか。そのためにみんな死んだ。マシューはそれでいいの。いいわけねえだろ。けどな、ナイルのやろうとしていることはメビウスと同じだ。同じなんだよ。そんなんで新しい世界を築いたって結果は変わらねえ。こうなる。これがお前の望んだ世界だ。なあナイル、俺たちのこの命はみんなの未来の姿だって知ってるだろ。みんながいたからこそ俺たちは生まれたんだ。本当の敵は誰なのか見誤るなよ。メビウスとかアルファとか余
味方なんてどうでもいい。本当の敵はこの命を、思いを奪おうとする奴のことだ。作ろうぜナイル、じいちゃんやばあちゃんたちが目指そうとした未来を。俺たちのこの手で。マシュ、実に見苦しいよアルファ。僕は世界を守るため古き者を消去する。それなのに君は僕の邪魔をする。こんな古き人々を駆り立てて。僕は良心だ。良心？トリニティプロセッサーとは思えないセリフだね。それこそ思えないセリフだな、アルファ。あの人は、俺たちに未来を託した。己が過ちを正すため、その良心に従って。その良心すら間違いだと気づかない。戦慄の応酬だよ。所詮は古き人。やはり新たな未来にとっては不要だな。なるほど。あんな世界にもなるわけだ。お前のような奴がいる限り何も変わりはしない。古き人や世界を切り捨て旅立とうとな。理解不能だよマッシュ。振り返って戻って新しい道を見つけて、その積み重ねが本当の未来だ。抜け殻の機械野郎に言ってもそりゃわかんねえよな。僕が抜け殻だと？命はこっちにある。命のない機械はただの抜け殻だろうが。つもりか。見抜いたんだ、マッシュの内に残るわずかな葛藤を。過去を捨てる、断ち切るんだマッシュ。やだ。お前たちが何をした？何もしてはない。ただ未来に向かって歩こうとしただけだ。なのに古き人はそれを良しとしなかった。本当は気づいているんだろう？ここが居場所じゃないって。やめろ。なぜ犠牲になろうとする？踏み台になろうとする？古きものを断ち切らない限り人に未来はない。古きもの頼んだぞマッシュ。冗談じゃねえ。俺はまだやることが。終わらせるわけにいくかよ。俺は
あんたは。エヌ、勘違いするな。俺は今に生きる者。この剣に悔いはない。だろうと思ったぜ。だから俺は行くわけにはいかねえんだ。よう、マッシュ。もういいよな。うん。なら一緒に掴もうぜ、本当の未来を。ごめんね。気にすんな。N、あんたには言いたいことが山ほどあるけど、この瞬間目的が一緒ってのは悪かね。だよな。つうわけだ、アルファさんとやら。そんなに行きたきゃ一人で行きやがれ。ここは俺たちの世界だ。残念だよマッシュ、旅立ちの日を共に祝えないとはね。まあいい、打ち捨てることにするよ。古きもの、古き命、古き思いを。でもまだ倒れないのか。フランスのじいさん、そんな置き土産だぜ。せめて二人がいてくれてりゃ。マッシュ、拳を掲げろ。何？この力を回す。お前のその対の剣に。あの光は。まさか。打ちつけろ。ウロボロスの力を解放する。いちいちうるせえ。命令するんじゃねえ。うらー。
マシュ、これで未来は不確定になった。後悔はないのかい？このような選択をして君に後悔は？後悔なんていつもしてら。だから進めるんだよ俺たちは。じゃあな、アルファ。さてと、最後の一仕事かな。ああ、そうだな。おい、アルファは、この僕はよりしろなんだ。君たち世界のね、アルファが君たちを求めたように、この世界もまた僕を求める。よりしろって、それが消えたんだ。誰かが支えなきゃなんねえだろ。こうしているうちにも消滅現象は進んでいる。少しでも長く支えなきゃな。その時までね。ちょっと待って、誰かって、その時までって。ま、そういうこった。ダメだよ。犠牲になるなんてダメだ。犠牲じゃない、支えさ。どこが違うっていうの？大違いだ。カギロイ、お前たちがこの世界を変えてくれさえすれば、全ては元に戻る。できなかったらどうするの？私の命、そんなに長くない。だったら誰かだ。誰かに思いを託せばいい。そうして進んできたんだ俺たちは。わずかだけど贈り物はできる。僕とレックスの命を君たちに託そう。そうすればみんなと同じ程度には生きられる。なすべき時間は稼げる。でも、おっと、勘違いするなよ。ちょっと休むだけさ。大丈夫だ、俺たちはまた会える。師匠、先生。ルール違反だぞ、二人とも。堅苦しいこと言うなよ。あいつらだったら喜んで協力してくれるはずだぜ。確かに。まあ、その権利はあるか。いいだろう、見なかったことにするよ。すまないね、アルビース。あとは君たち次第だ。僕たちがよりしろとなることで、 Z はその力を増すだろう。今回のこともオリジンに関することもおぼろな記憶となっていく。それでもここにある思いは受け継がれ、いつの日にかまた集う。
明日なのか線の先なのか。だけど必ずその時は来る。僕にはそれが見える。託したぜ俺たちの未来。待ってるよ遥か時の彼方で。本当は見えていたんじゃないか、こうなることが。そしてこれからのことも。僕に見えるのは流れのうちだけだよ。希望は続いている、それだけは確かさ。さてと、続きでもするか。そんな力は残っているまい。あんたもな。メビウスは変わらない、何一つ。これから先も永遠の今を守ろうとするだろう。あんたもか。当然だ。ならここからだな。叶わなかったらどうする。お前たちの命は短い。さっきの話聞いてなかったのか。だったらそれをやるのは誰かだ。案外あんた自身かもな。入れろって言ったのリクじゃないか。言ってないもん。ニコルの聞き間違いもん。あんたたちまたやってるの。またって必要だろ、ウロボロスストーンのパワーアップ。あとちょっとなんだ。この前蓄積されたデータを発動光子の波にうまく乗せることができれば。完成すればあの時の力がいつでも出せるってやつ。そう、
発動光子の容量が限られるから同時に得られる人数はそれほど多くはないだろうけど。ふん。あ、そんなことより間に合わなくなるよ、見送り。あ、そうだった、やばいやばい。気をつけてね。本当に一人で大丈夫？なーに、むしろ気楽でいいさ。強がり言っちゃって。マシュ、これまでいろいろありがとう。おう、お前らもありがとうな。それと留守の間シティを頼んだぜ。ナイル、ニコル、カギロイ、パナセア、リンカ、あとリクもな。ついてかよ、もう。仲間を見つけたらまた戻ってくる。ん、行ってらっしゃい。お、さてと、世界再生の第一歩だ。マシュー・バンダム、行ってくるぜ。You're standing at a loss in front of a door that's been closed for so long. With your foreseeing eyes, what do you see? Until you open it, you cannot know.Afraid to see what could be on the other side. Oh, can't you see how much I feel the same as you? It seems we just need to let it all go free.Inside, what do you hear?
see you by the door. So just walk through, don't take too long, 'cause everything you've said, you've asked.